お久しぶりですね。そうね、だいぶね、調べたの2月ぶりだった、はい、やばくない？半年間私たち休業してたのよ。大変ですよそれ。もうね、言語変わりましたよ。そうそう、お店がね、赤字で赤字で仕方ないの。2345、今6月だっけ。はい、6月になりました。そうなの。でね、2月の最後のゲスト誰かなと思ったら、はい、鈴鹿ちゃんだったの。そうなの。でさ、あの時さ、宣言してたの覚えてる？なんか私が一番最短で来るお客さんになりますって言ってくれてて、はい、覚えてる？忘れたでしょ。でなんとなくね、忘れたでしょ。今なんかそんな嫌なことも言ってたような。本当覚えてる？言いそうだなって思いました。うんうん、そう、それでそれで、はい、そうなんだけど、で今日鈴鹿ちゃんからご予約が入ったから、はいはいはい、急遽スナックマをオープンすることにして、でご予約入れてもらわないとね、お店開かない女になっちゃってね私。ちょっとちゃんと仕事してくださいよ。あと料理配信もしようって言ってたのね。はいはいはい、そう、なんか料理講座をやろうと思ってね。そう、はい、2人で、まあはい、まあまあまあそんな感じで。はい、まあ今日お客さんを呼びますか。ちょっとダメだわ今日。落ち着いてください。大丈夫ですか。はい、これ呼びましょうか。そろそろお時間かしら。そうだ、お時間って言うんだったわ。私の方が覚えてるじゃないですか。カランコロン。あら、いらっしゃい。鈴鹿ちゃんじゃない。久々なんだけど一番最短よ。さすが有言実行の女ね。ありがとうございます。本当に2月あっという間ね。2月なんですか。あれ2月だったわ。今もう4ヶ月経っちゃったんだ。そう。2月10何、そうあっという間。元気にしてた？はい、すごく。最近何してるの？最近は、でもそういえば日向坂デビューしたって聞いたわよ。そうなんですよ、うん、デビューしたんですけど、うん、もう2枚目が7月に出るんですよ。え、聞いた聞いた、ドレミソラシドでしょ。聞きたいですよ。それ覚えましたか。まあ、ドレミドレミドレミみたいなやつよね。そうそうそうよね。ちょっと歌ってよ本家。ドレミ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 、はあ、それだ。ドレミドレミドレミソラシド。歯がないんでしょ。そうなんです。歯がないって何なのよ。私もわかんない。歯がない。歯がない、なんでないんだろうね。うん、まあ歯は大事ですからね。そうですね。歯がない、歯が大事なのに歯がないってなぜかしらね。そうですね、うん、まあ、うん、MV とかがこれから公開されていって見れば分かったりとか。あ、 MV で歯がない意味わかるの？わかんないです。だって私もまだ見てないので。全然わかんないです。私もまだ見てないので。だからもしかしたらわかるかもしれないから、うん、公開されるのはちょっと楽しみに。そうね、楽しみね。なんで歯がない？え、新曲を聴いた時の感想とかはある？なんだろう、でも夏ですよね、やっぱドレミの最初のなんか確かにみたいな音が。確かに確かに。今確実にノイズですけどね。めっちゃ、え、あれ夏っぽいですよね。夏っぽい。あれって海の音なんだよね。え、そうなの？そうなんですか？違うのかな？わからない。え、全くわからない。私もわかんない。わかんないことしかないじゃないですか。憶測のものを広めちゃダメですね。やめてください。そうね、そうね。はい。それでまあね、なんか私がつかめなくて、あの、あ、なんだっけ、なんか喋りか、私ママなんだけど、なんかさ、今日じゃあもう暴露していいかな、今日はね私の秘密を打ち明けようと思う。今日秘密打ち明けていいかしら。はい、どうぞ。いい、本当に秘密打ち明けていいかしら。いや、これ打ち明けない方がいいかしら、やっぱり。どうしようかな。何、どうしよう。私ママじゃない、スナックのママじゃない、井口真央ちゃんと親友じゃない、はい、秘密打ち明けようかな。真央さんのですか。いや、私の、ママのですか。私と、ママの秘密ですか。私と真央ちゃんの秘密。何ですかそれ。どんな秘密か分からなくて、本当に今ドキドキ。分からない、分からない。ちなみに生放送ですけど、うん、大丈夫ですか。だからね、迷ってるのよ。だから、あの、スナック真央に関わることなのよ。でも真央のことなんかね、めんどくさくなっちゃったのよ私、ママね、はいはい、あの、その設定みたいなものがね。なんとなく読めてきたんですけど、大丈夫かな。バカルしていいかな。ダメかな。言ってみてください。ダメだったら一回止めます。一、うん、回止めます。え、どう思う。いいんじゃないですかね。え、いいかな、うん、実はママさんがいいと思う。あ、間違えた。もうみんながそうなっちゃう。実は私なんかスナック
のママとアイドルを兼任してるのね。なんか一人でなんか二役やってたっていうか、あのスナックの、ま、ママだったんだけど、あのみんなには嘘ついてたんだけど、あの同一人物で私と真央が一緒にいるとこ見たことないじゃない、え、私みんなにこっそり内緒で副業、スナック真央で副業してたんだよね本当は。でも本当はアイドルやってるのもなんか真央ちゃんのことよろしくねって言ってたけど、あれ自分のことで、本当は全部自分のことで、あの真央ちゃんって私なのよ、あの二つの顔があるの。なんで今それ言うんですか。だから言っていいか、マナモに相談したじゃない。ごめんね、マナモにも秘密にしてたんだけどさ、うすうす気づいてたかもしれない。鈴鹿ちゃんやめてください、鈴鹿ちゃんもやめてください。鈴鹿ちゃん気づいてたの。ごめんね、今までなんかみんなのこと騙すつもりとかはなかった。ごめんごめんごめんね、裏切るつもりとか騙すつもりとかは全然なかったんだけど、ひなビンゴのドッキリとかに困らなくて大丈夫なんだけど、なんか悪気とかは全然なくて、なんかアイドルってそのまだスナックとかやっちゃダメかなとか思ったりして、思ってない、言わないでくださいよ。でもなんかもう嘘、みんなに嘘つくのが辛くなっちゃって、やっぱ嘘って人の心をギュッて締め付けるじゃない。嘘つきながら生きていくことほど辛いことはないと思ってるの。だからもう嘘が限界になっちゃった。でもなんかすごい、皆さん一回終了して一回終了した方がいいかな、一回終了した方がいいかな。もう一個言うと、日向坂って副業って OK なんですか、うん、え、だからダメだから、ダメですよね、隠してたの、言わないでください。じゃあごめんなさい、私のこの皮一個剥がしたら、あの井口真央だから、アイドル井口真央だから、アイドル井口真央には夜の顔があるの、スナック真央というね、ママの顔、はいはい、二面性、はい、まあ二面性があるのは分かったんですけど、ね、とりあえず今、うんうん、皮をかぶっといてください。じゃあママで、ママでお願いします。カランコロン、あらいなちゃん、すずかちゃんじゃない、久しぶり。おお、成長したわね、大人になっちゃって。え、デビューして何か変わったこととかある？デビューしてですか、うん、まあなんだろう、髪の長さとかで、ね、あー変わった変わった、言われてみればこんなぐらい似合うわね。ありがとうございます。え、コンセプトは何なの？コンセプトは若さ。若さ。で、若いじゃない、まだ18歳でしょ。でも18歳なんですけど、うん、18歳に見られないので。お、そ、でもニブちゃんと同い年でしょ、はい、見えない、見えない、超大人っぽい、本当になんかニブちゃんは逆に年より子供に見える、鈴鹿ちゃんは年より大人に見える、うん、年相が誰もいない。年、いや、マナモは超大人に見える。え、私はどう見える？マナモさん今いくつでしょ？ 23。 あー、そうそうじゃないですかね、うん、そう、ほら、そうがここにいたじゃない、うん、困ってるじゃない、うん、あの、まあ、一個言うとこれスナック真央なんで、そこの設定とりあえず守ってください。あ、そうだ、ごめん、みんなに嘘ついてた。なんか30超えてるとか嘘ついてたんだけど、でも本当はなんか23歳。いや、まあ、あの女の子なんで年齢の話やめましょう。じゃそう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 、年齢は自分と体重の話じゃダメだ、ね、そう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 。え、ラムさ、あの井口真央ちゃんが言ってたんだけど、なんかあれなのよ、なんかいつもなんか年齢言わされるじゃない、自己紹介の時に新潟県出身23歳の井口真央ですっていうのが本当にいやらしくて、なんか23歳っていうとなんか急にシュールな気分になってきちゃって、自己紹介の時23歳っていうのがめちゃくちゃ嫌なので、ね、まだその気持ちわかんないでしょ。でも、うん、分からなくはないです。え、18歳恥ずかしくないじゃん。18歳、うん、でもなんか普通なんですけど、なんか、うんうんうん、確かに、ね、多分鈴鹿ちゃんも、ね、25歳富田鈴鹿ですって言う。確かに、なんか、ね、23歳とか何歳でも若いし、なんか素敵な人はなんかいるんだけど、なんか、なんか全然何歳でもアイドルでも全然大丈夫だと思うんだけど、なんか15歳とかいますしね。そうそうそう、なんかひなのが15歳ですって言った後になんか23、しかも私23歳っぽいあれじゃないじゃない、だからなんか急に恥ずかしくなっちゃった。いつもそういう悩みがあるんです、ね、アイドルって結構年齢気にしますよ、うん、なんかまなもちゃんがいつも鈴鹿ちゃんに年齢いじりをされるって言って、この間とうとうブログの名前のところに年齢をつけたっていう、しかも太文字で、そう、太文字でなんかもういじられすぎて、宮田ものも過去21期生の最年長なので、うん、だからもう最年長嫌なんだよね、すごく。本当ですか？そうそう、なんか上に25歳の先輩とかが同じ同期にいたりしたら23歳っていうのも恥ずかしくないんだけど、同期の中で23歳ってちょっと恥ずかしい。しかもなんか一番さ、しっかりしてないくせに23歳みたいなのが結構。でもそれはいいんじゃないですか、最年長なのにしっかりしてない。嫌じゃない、それ恥ずかしいよ、最年長ってしっかりしてないもの、うん、そうなの、そうなの。でもまなもちゃんもあんなんじゃないですか。まなもちゃんって意外と有能じゃない、まあ、うん、本当ですか、うん、言っときますね、うん、ポンコツだけど色でできる。なんか変なところがポンコツで、はい、なんか
なんかポンコツなところがおかしいよね、うん、なんか階段登れないとか意味わからない確かに階段登れない。この間のなんか生誕祭も段から降りれなくって、うんうん、笑ったよあれ。2番赤木ちゃん、うん、赤木赤木お願いって呼んでエスコートさせたって、うん、言ってました。笑ったあれは。え、すずかちゃんはでも何でもできるよね割と。いや全然、でも全部が普通すぎて平均的すぎてそれが悩みですね。え、また悩み、いつも悩んでる、はい、悩み今日いっぱい考えて悩めるわ。まず一つ悩み考えてきてくれたの、ね、かわいい、ね、ギャップいつもあーみたいな感じの悩み考えてきてくれたの。結構普通の悩みなんですけど、うん、こういうタオルあるじゃないですか、うん、例えば私たちのグッズとか、うん、正面に名前が書いてあって、うん、裏はもう白みたいな、はい、ああいう時お風呂に上がった時使う時ってどっち側使いますか。え、名前タオル使わない使うの使う、なんかあるじゃないですか、名前タオルだけじゃなくて、うん、ガラつきのバスタオルみたいなの時、うん、裏の白い面で体を拭くべきか、うん、あの絵ついてる面で拭くべきか、どっちもつか気にしたことない。え、気にする。私白い方です。え、うちも白い方で洗うの。でもさ、よく考えたらさ、柄がついてる方が素材がいいじゃん。そうなのかな。確かに。なんで白い方使っちゃうんだろうね、私たちって。え、でもなんかこう巻いた時にやっぱりこう柄が見えた方がいい、うん、あ、そこ考えるの。人ね、誰もいない、一人暮らし家。そういやでも鏡とかにやっぱ映るし、やっぱり生きるの疲れそうだよそれ。家でも逆に、ね、家でも気にする、うんうんうん、え、だってそうじゃないですか。え、私の場合どっち使ってるかとか意識したこともなかったからね、本当に。そうですね、うんうん、え、意識するものなんだそういうのって。昨日すと気になりました。うん、確かに。え、逆にこうお客様皆さんはどっち使ってるんですかね。どっち使ってるの、ね、アンケートしてみます。あ、いいですね、久しぶりに、はい、なんかショールームもめっちゃ発達した発達え、でもアンケート前から、はい、前からカラオケみたいなのができるらしい。嘘、カラオケちょうどいい。イヤホンつけてるとできるらしいんですけど、じゃあ、1が柄のついてる方で、2がついてない方を使うです。お願いします。うんうん、なんかあれ投資、オーディション投資がどっち？1がついてる方で2がついてない方。え、3のどっちも関係ない人。あ、作るの忘れました。じゃあちょっと待って、一回や、あ、もう投票結果、あ、ついてない方でも使う人が一応 70% ですね。関係ない人が多分増えそう。そうですね、じゃあ3に関係ないっていうの入れます。もう一回、関係ごめんね、みんなもう一回やらせて。なになに、私の顔を隠そうとしてるの。違います、なぜなぜしてる。ありがとうどうなるかな、どうですかね。じゃあ佐川さんが終了します。終了早くない？え、早いですか？じゃあもうちょっと待ちます。え、いいんじゃない、やっぱり。なんですか、もうごめんね、私ちょっと調子つかめなくて。はい、あ、やっぱり3が 52% 気にしない人が 52% の。気にしてんよ、そこ。やっぱ気にしないよ。でも柄のアグメを使う人は 14% もいますよ。なんでなの、なんでなの、理由が知りたい。理由コメントにお願いします。もしよかったら、まあ、いい理由があったら読みます。どっちかって言われたら白だよね。はい、え、だって柄取れちゃいたくないしね。うん、確かに。そうね。すごいいっぱい。でも逆に気にしない人なんているんだとかも。え、気にしない人いる、いる。え、気にする、ね、じゃあ柄の方はなんとなく硬い気がするとか、あ、でも確かに塗料みたいなのがついてるから、それで硬いの、肌触りがやっぱ少し違う。あ、なんかテープ系の布で塗ってある系の時は気にしないけど、こうテープ系の時あるじゃん、テープ系、なんかこうガチャガチャしてる系、なんて言えばいいんだろう、テープ系、言いたいことわかる。それこそなんか押し面タオルの、そう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 、ね、そういう時は使わないかもしれない。うん、確かに。もう肌触りで皆さん分けてるんですかね。うん、肌触り結構重要かもね。うん、続いてのお悩みはあったりするの？続いてのお悩みはちょっとないんですけど。いっぱいって言ったじゃん、一個じゃん。え、でもさ、なんかさ、なんかキャラ迷走してたけどさ、なんかキャラ定まってきたよね。そうですね、最近なんかその、なんかいい、ね、いい感じがする。でも、まあ、私は、はい、ママはなんていう、もうどうする、私の呼び方考えない。ママでいい、私でお願いします。じゃあ私はなんだっけ、すずかちゃんのなんかツンデレキャラが超好きなの。ツンデレキャラ、え、ね、ツンデレって知られてる世の人に。でも多分、うん、その私ってお笑い芸人さん側からしたら、うん、めっちゃあの、うん、強くいじられる人なんで。あ、私も強くいじられる人、ツンデレをする場面がないんですよ。
なるほど、やめてください。真央さんみたいに、うん、なんかちょっと何ですかね、真央さんみたいなお笑い芸人さんだったら、何、私は私アイドルなんだけど、いやいやママだった、まあ、私一体何者、もし笑い芸人さんが真央さんみたいな性格であれば、私もそういうツンデレみたいなのできるんですけど、若林さんとか金田さんとかそういう感じじゃないので、若林さんがツンデレだよね、そうなんですよね、取られてるんです、そうできないんですよね。ツンデレって私にしかしてないの、まさか、どうなんだろう、2期生ではツンデレって思われてない、鈴鹿ちゃん、あんまり思われてない気がする。そうなんだ、じゃあ私だけにツンデレなんだ、超好き、かっこいい、ちょっとキュンキュンって、そういうの大好きなの。なんかそう、なんか京子のイケメンキャラあるじゃん、なんかそういう感じの鈴鹿ちゃんのイケメンキャラ超いいなって思ってたんだけど、でも誰もイケメンキャラって言わないなって思って、 で、気づいてないのかなと思ったら、私にだけ特別にしてたってことね。意識を持ってる、特別にとか、それも結構私にツンデレじゃない、鈴鹿ちゃん。そうですね、言われてみればそういう気はします。どういうところがですか。なんかすごい、なんかいじってきてバカにしてきて笑ってくるのになんか優しかったり、なんかこう褒めてくれる、あとすごい嬉しいですってこう鈴鹿ちゃんになんか喋ったりなんかすると超喜んでくれたり、なんかこうなんかすり寄って、なんかちょっと突き放したりすり寄ったり、一体どっちか分からなくてツンデレで、なんかちょっと可愛いなって思ってる。そうそうなの、面白い、何そのあっさりした感じ、すごいあっさりしてそうなのよ、ツンデレ私にだけだったんだ、そうなんだ、ニブちゃんにはツンデレじゃない、じゃないですね、そうなんだ、ツンデレ、サリナちゃんにツンデレ、どうなんだ、いやそんなことない、サリナちゃんには優しくしまくってるか、でも、まあ、ちょっとだけこういじったり的なのもまあるけれど、最近めちゃくちゃサリナちゃんに懐かれてるよね、そうなんですか、超懐か、はい、懐いてるよね、すずちゃん、すずちゃん、すずちゃんみたいな、サリナさんもずっと話してる、ね、聞き流してんじゃん、それよくないよいっぱい話してくれるから、車の中でも、私が、あのサリナさんの前に座るっていうのが最近、あのルーティーンっていうのかな、何もうルールマイルール、そうだからサリナさんが後ろにずっと寝れないやつじゃん、いろいろ話してるから、携帯にながら、ねえ聞いてよ、ちゃんと聞いてあげてよ、聞いてないでしょって言われるのが可愛いな、いや今可愛いって付け出せばいいと思ったでしょいやいや本当ですよだってさ、すごいさ、サリナちゃんに、ねえ花澤さんのマネやってあれ好き、すずちゃん好き好きってずっと言われてるよね。でもカエルのモノマネやってってめっちゃ言う、あの手のひらをこうやって、私なんか手のひらが、手がめっちゃカエルみたいなんですよ、わかりますこれ全然わからない、すごいシュールな絵図が、超カエル、あ、ここがカエルみたいってこと、ここめっちゃカエルじゃないですか、確かにちょっとカエル、かわいい、だからかわいいの、かわいいの、カエルは可愛いです、カエル可愛い、あ、そうか、カエル好きだもんね、お二人てか2期生、てかニブちゃんがちょっと話変わっちゃうんですけど、ニブちゃんがカエル顔が好きって、どういうこと、全然褒めてないですよね、カエル顔、なんかマナモのこうやって写真撮りながら、マナモめっちゃカエルとか意味わかんないすごいカエルみたいで可愛い、可愛い、めっちゃカエルに似てる、カエルカエルかな、カエルっていう反応した、カエル可愛い、私カエル顔の子めっちゃ好きなの、カエル顔って何、初めて聞いた、カエル顔、カエル顔なの、でもカエル顔じゃないですか、言われてみたらこういう顔すると、カエルってすごい、ぶりっ子顔にしか見えない確かに確かにぶりっ子の象徴みたいな顔してるよね、どこかだろう、クリクリっとした目と、このキュッとした口だね、そうだね、確かにぶりっ子の象徴、ね、口と目がぶりっ子なのかもしれない、目めっちゃぶりっ子、めっちゃぶりっ子、羨ましいけどね、目と口ぶりっ子だわ、そうね、初めて言われました、私は何顔ですか、何顔とかわかんないの、何顔、わかんないです、全然わかんない、あまり人の顔、じゃあ動物に例えると何ですか、動物に例えると、猿かなそれもうなんか人類の進化なんじゃないですか、もう生の人みんなそうなんですよね、でも 私なんか怠け者に似てるって超サリナちゃんに言われる、マオちゃん怠け者、マオちゃん怠け者みたいって超言われる、かわいい、あ、マオちゃん怠け者みたい、かわいいって褒めてるのか分かんないこと言われる、そういうことですよね、怠け者かわいいですよね、怠け者に似てる怠け者、そう、あ、似てるって思ってたんですか、怠け者って言われるみんなでも笑ってますよ、すずかちゃん何ピンとくるもの、何顔だろう、ちょっとみんな教えてください、何顔ですか、猿じゃないのかな、猿
でも確かに猿かも。猿な気がする。猿な感じしてきた自分でも。こうやって今画面見ててめっちゃ猿だもん。私な、うん、怠け者なのかな。よくわかカピバラとか多いですね。それ歯でしょ。それ前歯でしょ絶対。カピバラって可愛いイメージ。はい、可愛いですよね。カピバラ。カピバラ。うん。可愛い。あ、もうなんかみんな猿に影響され始めてもみんな猿猿言ってますね。チンパンジーだって。パリピ顔って言ってますよ。でも鈴香ちゃんは本当はパリピじゃないんだっけ。いや、パリピなんだっけ。ないや、パリピなのにパリピじゃない。パリピなのに、あ、真面目なのにパリピか。そうなのか。一人で納得しないでください。しかもみんなもうなんか知ってる動物あげてるだけじゃないですか。確かに。だんだんもうなんか、いや嘘でしょって感じのが。リス。わかった。今日何か忘れてるって思ったら、はい、お悩みをいつも募集して、はい、そのお悩み解決してたのよ。2,3 個持ってきて、はい、でなんかスナックらしくないなと思ったら、うん、そのお悩み持ってくるのを忘れちゃったんだ私。お悩みを持ってきて、はい、なんか 2,3 個みたいな感じ、はい、いやてか、うん、私は思ったんですけれども、うんうんうん、間が空きすぎてお悩みが来てないです。あ、なんかお悩み来てたんだけど、なんか結構なんか持ってきてくださいよ。じゃあ、そうなのやらなきゃって思ってて。そうなのよ、今日調子つかめない。どうしよう、鈴香ちゃんヘルプミー。スタイルを見失ってしまいました。スタイルを見失っちゃったの。閉店するしかない。改装するしかないの、はい、スタイル見失っちゃった。スナックマホのスタイルどうしよう、はい、ちょっと悩み相談して。この何ヶ月の間に何があったんですか。なんか半年の間にいろいろ心の移り変わりが激しいもので。確かにちょっと分かります。分かった、分かる。そうだった。見ててすごい分かる。私がそうだったって思って、はい、どうなった。旗から見てて、旗から見てて、まあでも瞑想キャラは真央さんにお譲りしようかな。ね、いらないよ。違いないですね。それは23歳にして瞑想キャラいらないよ。もう自分そろそろ見つけてって感じじゃん。自分探しの旅はそこまででって感じじゃないですか。やっぱり私やっぱこの 2,3 ヶ月どうしよう、ちょっとたまにはママの悩み聞いてくれない、2人とも、はい、めんどくさいって思ってるでしょ。いいんでとりあえず話してください。だから私スナックマオのコンセプトとかも分からなくなってきちゃって、半年間この気分の移り変わりも激しくて、私ももうよく分からない。分かった、瞑想キャラを通り過ぎてきた鈴香ちゃん、瞑想キャラはどうやって脱出するんですか。時が解決。時がないのよ23歳。時が少ない。で、知ってた、このなんか豆知識なんだけど、なんか0歳から20歳までに感じる時間と。知ってます。20歳から100歳に感じる。なんで知ってんの。分かんないです。なんかこの間何かで知って、なんかびっくりしたの。知らない方いると思うんで最後まで話してあげてください。ね、0歳から20歳までに感じる体感時間と、20歳から100歳までに感じる体感時間は同じらしくて、だから20歳を超えちゃってる私はもう体感時間でいうと人生半分終わっちゃってるらしくて、あとは今までの半分、なんか1歳の時の感じる時間が長いんですか。そうそう、長い、100倍みたいな感じで、で100歳になるとその10分の1、そういう感じで、そうなんかそういう数字があって、めっちゃ分かるかも。最近めちゃめちゃ1日早く感じるんですよ。そう、1日どんどん早く感じるのはなんかそういうことらしい。どんどん年を取ってってる。だからもう私たちはもう体感時間人生半分終わっちゃってる。そうですね。悲しくない。でも私はまだまだな感じしますけどね。え、そう、全然足りないです。だから人生時間足りないじゃん。いや、なんかまだまだすごい、なんか長いです。長い、嘘、足りないって思っちゃうの。だってもうあとさ、もう次24になるから、あと20代があと6年で終わっちゃうって思ったら、ね、もうまあ人生足りなすぎて、時間が、やりたいこと多すぎて。確かに。プチ妄想未来ヒストリーしない。あ、いいですね。来年は何しよう、なんだろうな。考えますね。考えるね。ショールームで沈黙やめてください。来年ですか。来年でも4年生4年生おお。来年はまあでも勉強もとりあえず一段落って感じはあるので、残った勉強をとりあえずもやっていって、でじゃあ大きな起点が来るのは何歳何々とか、モーストーミライズストリーとか、じゃあ何歳何々は最初から始まるとしたら何歳書く。何歳かな、私今18だからやっぱり20歳。20歳どうなってたいですか。20歳に、
ねえ、瞑想キャラ捨てられてないじゃん。20歳にスナックマオの店長になって店長乗っ取り乗っ取り乗っ取られますね。じゃあママはあのちょっと隠居するね。ママ早いですね。隠居って何ですか。え、隠居ってなんかそういうのあるよね。なんだっけ隠居って。隠居ってなんかそれをやめて、うん、もうお坊さんみたいな、そういうなんかイメージはそういうことで。どうしようかな、はい、まあ、私もね人生悩むんだよね、うん、やりたいこと多すぎて一個に絞れない。いっぱいある。え、聞きたいそれを。え、スナックマオもやりたいし、はい、大学院にも行きたいし、留学もしたいし、アイドルもやりたいし、留学したいよね。あとバラエティも頑張りたいし、うんうん、なんかやりたいことがいっぱいありすぎて、うん、どれを最優先したらいいのかわからないから、今やるべきか、だからとりあえず AK2 級取ろうかなって思って英検2級。そう、英検留学ですか。え、なんか大学院に入るにしても英検2級の資格があると結構英語科免除に、私の行きたい学部はそうだったりするから、あと留学したいにしてもあっても無駄じゃないし、空き時間に英検2級を来年には取ろうかな、したいよね。なんか人生の幅広げたくない。広がりますよ。なんかさ、だって日本である常識が世界に行ったら常識じゃない。そう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 、なんかさ変な、もう日本とか、いいと日本とかしたことないですか2人とも。え、したことない。一体あるの。私は高校1年生の、知らなかった。本当に短期、あ、でも夏休みの間に。いいな、めっちゃ素敵。どこどこどこ。あ、フィリピンのセブ島、一人で。おしゃれ、楽しそう。一人で行って、なんか向こうでできた、学校でできた友達とかと一緒に、こう海とか離島を島行ってアイランドホッピングしたりとか。アイランドホッピングって何。あ、なんか無人島探索みたいな、無人島で遊んだりとか、シュノーケリングとかしたりとか、めっちゃ遊んだりしました。学生ならではですよ ね。でも大人になってから行くのもまたもっと自由が広がって、うん、できることが広がっていいって言ってた、うん、だからこの20代の間にやりたいことが多すぎて、でも一個その全部はできないじゃん、うんね、だから何選んだらいいのか分かんなくて結構人生迷走してる。あ、確かに。そう、やりたいことがあるってすごいいいことですけど、ね、やりたいことあるです。あんまりないです。え、ないの。最近全然ないですね、最近なくなりました。前まであったの。前、まあ、入ってもう何ヶ月とかの時はいろいろありました、ね。何知りたい。え、でも、うん、でもみんなが最初言うのはやっぱモデルじゃないですか。え、そうなの。モデルとか結構最初やっぱ一番女の子が憧れる職業じゃないですか。しょ、なんか普通じゃない、うん、結構やっぱり憧れる子は多いですよね。雑誌とか見て、うん、テレビとか見て。でもいけそう無言で首振るのやめてください。いや、もうなんかあれです、そういうじゃないな。だって若いもん。そっちじゃないな。まだまだ若い、うん、でも私もこうなんかラジオとかめっちゃ好きなので、うんうんうん、ラジオいっぱいやりたい。ラジオやりたい私も、うん、でもさ、バラエティーも行けてモデルもできたら超最高じゃない。あ、でもそれはいろんなところに引っ張りだから。千穂さんとかそうじゃない。そう、そんなすごくない。超すごい。すごいですよね。まあまあそうだ、もう一個アイドルとしての目標だったのルックス面になるの。千穂ちゃんに指摘するルックス面に。そう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 、ルックス面になりたいのよ、うん。そうだから今ねちょっとダイエット頑張ってるんだけど、うん、え、なんか握手会でね痩せたねって言われたので、めっちゃ隣から聞こえてきましたね。ねんとなるねんとなんで笑ってんのよ。めっちゃ聞こえてきました。そう、なんか痩せたねって言われるじゃん、で嬉しいじゃん、ありがとうってなって、嬉しいって言ったら真央の握手ってなんか後ろまで声が聞こえちゃうらしくて、そしたらなんか痩せたことをめちゃめちゃ喜んだら、そこから後ろ全員痩せたねばっかり言う。だから言うねえ、思ってないでしょみたいな感じで、なんかちょっとそれなんかもう嫌だった。え、でもさっきからちがちがコメント見てるんですけど、うん、めっちゃなんか痩せたねってコメントが入ってますよ。嬉しい。めっちゃ嬉しいですね。うん、超嬉しい。それはちょっとやるけど、どうですか。待って、これさちょっといいのか、やっぱ真央になってきちゃってるね、うん、これただの3人の話になっちゃう。どうしよう、もうスナックマン迷走してる。どうしよう、てんてん、ああ何だろう、何だろう、やばい、てんてんするしかない、てんてんの音がない。どうしよう、スナックマンもうできなくなっちゃった。めっちゃ大変だよ、本当に。どうしようね、このくだくだ。あの、もっごめん、すずかちゃんもう一回ゲストできてね、はい、絶対。あ、いや違うよ違うよ違うよ、そういうことじゃ、次回なんかやっぱ会議する、会議しよう、はい、会議しなきゃ、はい、うん、一回そのあの、うん、お店の、うん、企業方針っていうのかな、はい、いや、まあ一個言うと、うん、私も今日グダグダでちょっとびっくりしてるんですよね。私もなんかくつかめなくて、なんかママって何だったっけってそもそも思い始めて、なんかよくわからなくなって。哲学ですね、もう。そう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 、
いやでもね、なんかだってさっき敬語敬語でいけるみたいな確認がママから入りまして、そうそうそう、あの普段ここタメ口で話してるからあのマナーも大丈夫かなと思って、私有能なんで大丈夫みたいな明日から全然普段も敬語でいけますって言いましたけど、難しいね、なかなか。どうしようか、あ待って、そろそろ歌じゃない、どうしようか、あ待って、あやばい音出すのやめてください、今日具体じゃなすぎない、やばいやばいやばい、どうしようどうしよう、立て直さなきゃ、どうしようどうしよう、行くよ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 、もう一回行く、せーの、はい始まりました。そうね、そろそろカラオケとカラオケとかしない、鈴鹿ちゃん、ね、カラオケどうかし、え何の歌、何にする、何にしようかしら、何しますか、私ね鈴鹿ちゃんに歌ってほしい歌あるのよ、え何ですか、いいです、そういうのがやっぱママですよ、本当、じゃあこれでいいから、いやだからそういうの出しちゃダメ、もう一回モード入るから、もうスイッチ入るから、いくよいくよ、行ってみよう、そんなんでしたっけママママそんなことやってました、ごめん最近 YouTube に影響されすぎてる、よくわかんないけど、どう、行ってみよう、行ってみよう、行ってみよう、聞かなかったことにしてください、めっちゃ面白い、もろもろ怖ってコメント来てやっぱり怖い怖い怖い、じゃ今に見て歌ってほしい、この2人も一緒になるとやばいですね、あれ私これって最初みんなで歌うみたいなやつじゃなかったです、最後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 思い出してください、そうそうそう、あそうだ、でも最初マナーも鈴鹿ちゃん真央があれだったよね、手番ですね、じゃあ、はい、私最初はちょっとカラオケでも最初歌えない人なんですよ、えそうなの、結構悩みかもしれないです、歌い出すまでにめっちゃ時間かかっちゃって、一番に歌っちゃうタイプ、私絶対無理です私、なんでだろう、なんでなんですかね、じゃあ沈黙が愛なら、はい、よかったです、沈黙愛はいい歌ばっか、イエーイスタート、あもう行くんですね、うん、あミュージックスタート一番最初に泣き始めるセミは一番最後に泣き止むのかなって、ね、おーなんどんなっけ、ねえ今日ダメじゃん君突然聞かれたきっと夏もいた、え待って待って待って、わかんない、いいけどきっと意味なんてないんだろうと思う思いっきり自信持って、自信持ってよ、口が怖かったのか、ふうふう、自分にとって大事なもの、それは人それぞれなんだ、同じだって思い込んでた、熟さとかあってのめんどくさいあてのめ、今気づいたよ沈黙が僕たちの愛なら手に離さない、かわいい眺めながらあの愛を沈むまで待とう、待てないよ僕たちのさよなら言葉になんかできないよ、あたりが真っ暗になるまで肩を抱いてこのままでいたいんだ、おいい、よかった、いい、最初はちょっとやっぱね歌わかんなかった、確かにね全然歌ってない、逆にね、はい、自分たちの歌ってね、はい、次私ですか、お願いします、今に見た色、今に見た色でお願いしますどういう始め、最初の音楽どんなでしたっけ、今に見て、いや違う最初じゃない、ああれ一つで大人たちからてて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 てん、ああ始まりますか、いやミュージックスタートスタートしてた、あれ突然大人たちからやってみないかって言われて、どうするつもりだ臆病者よ、今の僕たちじゃ無理だってもちろんみんなわかってるよちょっとだけど同じくすぎそばで喧嘩を買うようにうなずく、やるしかなかった正直もの、やばい歌えないハイトハイト、押し付ければ絶対ギブアップするって誰かの背中越しに世の中眺めてた、自分の番が来てもパスはできないル
ブルー今に見ているどういう色だ唇噛みしめながら生まれてきた色心の奥で何度もつぶやいた言葉は何色いつの日にか見ている。うまい。恥ずかしいな。うまい。かっこいいよ。やばいですよね。なんか人前で歌えなくなっちゃって最近。あ、意外と恥ずかしがりや。なんか初期の頃のそのショールーム審査だか、うん、もうほとんど全曲歌ったんですよ。え、すごいね。でもなんか入ってから歌えなくなっちゃって人の前で恥ずかしくて。え、入ってから恥ずかしがり屋になった。はいはい、そうなんだ。え、でもどうだろう。私はあんまり恥ずかしがり屋ではないかもしれない。じゃあ行きましょう。いいよ。何がどんとこいって感じ。まあまあ、なあ、そう。ママ何か。まあ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 。そう。な、何、な、何かしら。どうしましょう。ママ何がいいか。え、どうしようかな。キュン歌おうかな。でもキュンはみんなで歌いたいかしら。そんなこともない。ねうん別にじゃあときめきそうどうですか？ときめきそう来たーときめきそうときめきそう大好き難しいのよね大丈夫ですか？出だしなんだっけ？テン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 無意識に登ったか無意識にあ、それだ、はい、オッケーオッケー 今に見ているでしたよね無意識に登った階段が無意識に登った階段がめっちゃ面白いえ、いきますはい、いっせーので、無意識に登った階段が何段あったなんて覚えてないだろう過ぎ去った日々の僕たちはどんなこといつも語り合ったそんな関係が楽だった二人なのにだけどある日なぜか不意に違う気持ちに気づいたんだときめきそうの花が咲いたよ心のその片隅友達じゃいられない特別な存在日差しの中微笑む君にハッとしたその瞬間初めての感情が胸の奥でそっと揺れていたサビ前の沈黙は何だったんですか？なんかこう入りみたいな感じなうんみたいな盛り上げが必要なんですよねやっぱりえ上手だった？はいすごくありがとうなんか上手になったかな？うんでも思う思う最近そう最近上手になったってよく言われるの拍手でごまかさないでいやそうね、はい、でもそろそろなんだかんだしてるうちにあと10分になっちゃう。嘘10分じゃないあと20分35、45あと20分あと20分ですねやばいね本当にさ私やばくないどうしようママ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 やばくない、はい、ママもっと歌いたいえもっと歌おう何歌う？え、じゃあ耳落ち歌ってほしいです。耳に落ちる涙おおお歌っちゃおう頑張るじゃあ鈴鹿ちゃんお願いできるかしら。ママこれイントロどんなだったっけ私聞くいやいやいやリアルな、どんなふと一週間を振り返り、うん、そうですねそうですねイントロだよねイントロイントロどんなでしたっけ。じゃーんって起き上がるどういうイントロだったか忘れちゃったどういうイントロだったか忘れちゃったどんなでしたっけ。ちゃんちゃんちゃんとくるみたいな感じふと一週間え、どうやるんだっけ忘れちゃった忘れちゃった歌を、うん、はいはいふと一瞬間の繰り返しラップだずず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 ずやめてももう瞑想しかしてないから助けて本当に助けますはい、はい、ふと一瞬間を振り返り楽しいことは何もなかったと思い始めたら悲
しくなってきたんだ、君と僕とのあやふやな関係はっきりさせたいわけじゃないけど、わけのなんなんと部屋の電気消せずずっと明るいままって天井を眺めてたシングル耳に落ちる涙のしずくよ、その暑さを僕は忘れない、目尻にあふれぬぬれてゆくんだ、自分の弱さ誰にも見せないように、泣こう泣こう泣こう、こんな夏の夜、イエーイ。1期生の曲も歌えるのすごいね。でもさずかちゃんこの曲すごい好きって、好きですよ。そうなんだ、すごい。あ、1枚目のシングルで一番好きです。そうなの、うん、そうなんだねどこら辺が好きなの？京子さんのパートですか？京子さんとめみさんのパートが好きです。やっぱり京子の声ってこと？うん、なんか歌詞も京子さんの声好きなんです、好きですし、うん、なんかその京子さんとやっぱ歌のパートって、うんうん、あるじゃないですか、うん、なんかパズルがハマるんですよ、京子さんの声とめみさんの声の、すごい、そういうことわかるんだ。なんかめっちゃ相性いい声ってありますないですか？めっちゃ全然わからない。なんかこの人とこの人の一緒に歌ってるとめっちゃ心地いいなみたいな、それがめみちゃんと京子なんだ。みーぱんさんとめみさんのあの三輪車とかめっちゃそうだし、そういう感じなんだ。すごい、めっちゃ好きです。ちょっと絶対音感に近いものを持ってたりするのというわけでもなく、あ、でもピアノはやってました。すごいね、ギャップだよね。そうですか、うん、ピアノもできるしラップもできるしみたいな。ラップはできないんですけど、ラップ で, いやでもラップはできないっていうのやめてくださいよ。でもラップやってなかったっけ、ツアーの時。考えなきゃできないんですよ。でもみんな考えなきゃできないんじゃないの？でもめっちゃ即興でやってって握手会で来るんですけど、ありがとうオリゴ糖って言って懐かしい、それね。私それショールーム審査の時、真央ちゃんだ、真央ちゃんがさ、ありがとうオリゴ糖ってずっと言ってた。そうですか。投げられた目にありがとうオリゴ糖、ありがとうオリゴ糖ってずっとやってた。やばい、めっちゃ面白い。懐かしい。ジョイマンって言われてます。ジョイマンさん、ありがとう。ナナ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 あのママ、ここで会話するのやめてください。歌いますか？歌歌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 歌の声がハマるってやつだと、めみさんの声ってすごいハマりやすいんですね。確かにいろんな人にハマりやすいのかも、はい、すごいやっぱ声がいい感じなんですね、うん、すごいコメント。好きな声あります？好きな声、京子の声好き。あそうですよね、うん、そうですよね、そうなっちゃいますよね好きな声、そうなっちゃう、うん、好きな声誰かな。でもみんなの声がわからない。なんか歌とか聞いて誰の声が強いとかみんな言ってるけど、全然わからないの、誰の声が強いとか。そう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 、だからめっちゃあります。今回のそのドレミも、うん、真央さんの声めっちゃ強かった。なんかそういうの、真央の声じゃんって言われるのが全然わからなくて、キュンキュン、だからキュンも真央の声じゃんって言われるけど、わからないみたいな感じの。だからもう超控えめにキュンとか言うよね。明るくていいですけど、すごい全然わからない。だから1期生の曲と2期生の曲の声の違いとかわからない、そうなの、そうなの。どっちも同じ、同じに。だから1期生の曲と全員の曲の違いとかも全然わからないの、そう、ユニット曲とかもあんまわからない。全然ドレミ歌ってるって、でも私自分の声わかんないですね。わかんない、めっちゃわかるよ。女の声強いねとか言われても、うんうんみたいな人の声とかは誰の声が強いとか分かるんですけど、分かんない、分かんない。あのホームページのドレミってやつも誰か分からないですか、ね、誰も誰か分かんない。ちょっとやってみます。あれは私分かります、自分のドレミクイズ。あれ私だけすごいかすれた。どんな感じ。いや言わないですけど。じゃあまずいきますね声が聞こえてるんで、ちょっと待って、
まあまあまあそんな日もありますけども、はいはいはい、まあ今日は楽しくやって、はい、ドレミ、これは分かる、京子京子京子、違います、ドレミ京子さんでした。だよねだよねだと思ったよだと思った。でももう一人ずつなら分かるかも、みんなで合わさっちゃって誰の声が強いとか難しいのか。次ドレミ、サリナちゃん、ドレミ、サリナちゃん、すごい、なんか私の方が分かってなかった、ね、なんか特徴強い人は分かる分かる、ドレミ、あ、しほちゃん、あ、大好きなんです私しほさんの声、ドレミ、おお、でも結構、ドレミ、え、分かんない、誰誰誰、ドレミ、え、分かんない、誰、ドレミ、え、絶対、ドレミ、誰、ドレミ、誰、マナフィーさん、ドレミ、マナフィーって言われたらマナフィーかも、マナフィーさんって言われたらマナフィーかも、みんなわかるのかな、マナフィーさんって皆さん言ってます、あ、マナフィーなんだ、すごい、このキャラでわかるのすごくない、もうマナフィーのファンの方がきっと見てくれてるんじゃないなで、マナフィーのファンだからもう一瞬でわかる、すごい、すごい、すごいね、マオさんの聞きたいな、どこら辺にあるんだろう、イだから上じゃないのか、ドレミ、ひなちゃんでしょ、めっちゃささやいてる、川田さん、ドレミ、あ、ひなちゃん、ドレミ、え、わかんない、え、ドレミ、わかんない、待って、私もわかんない、ドレミ、誰、ドレミ、ひなの、ドレミ、え、これ私もわかんない、え、す、え、すずと鈴かと思った、え、ひなのかな、ドレミ、違う、ドレミ、これはなおだな、ドレミ、え、ミックだ、え、私さっきやっぱそうするかと思う、マジ、ドレミ、これ誰だ、ドレミ、ミーパン、ミーパンさんだ、ドレミ、サリナちゃん、ドレミ、さっき押しましたね、ドレミ、誰、クミさんだ、クミさん、ドレミ、あ、本当だ、ドレミ、あ、わかった、なんで笑うのよ、あおちゃんがドレミ、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 ね、やっぱさ聞く声と自分の声って違うよね、全然違います、ね、なんでなんだろうこの原因、なんか、うん、自分の声はこの伝わってくる振動らしいですよ、ドレミ、実際より低く聞こえてるって言いますよ、え、そうなの、え、自分が聞くより高く聞こえ、低く聞こえる、なんかわかんないですよ、ドレミ、ドレミ、昨日これ初解禁されたじゃないですか、うん、聞いててこう誰の声とかみんななんか細かく分かった方とかいらっしゃるんですかね、え、でもファンの方は分かりそうだよね、あとなんか絶対音感とか持ってる人、絶対ファンの中には一人はいそうですね、いそう、え、でも京子とか分かるんじゃないかな、誰の声強いとか分かんないのかな、どうなんですか、メンバーの中にも分かる人はいそう、でもあの金村美久ちゃんは結構絶対音感、そうなの、すごいね、らしくってみくちゃんにいつもお世話になっててね、私、そう、なんかこのときめ、なんかずっと歌ってる方いるけど、あの、はい、あれ、まあ、BGM として、はい、あのずっとさ、今回のシングル隣だったじゃん、あ、 そうですね、その時あのいつもなんかこっちですこっちですっていつもやってもらってて超お世話になって、このペアのところもあったんだけど、はい、こういうのとかもなんかもうみくちゃんと手を合わせてこういう、そう、迷惑かけてたのよ、すごい優しくて、本当に、うん、ですね、優しい、え、私もそれで言ったら、うん、サリナちゃんにすごい助けられてますね、本当、こことか目あってニコってしてくれると、うん、よし、いけてるって思います、え、もうサリナちゃんとライブ中に目が合うと結構頑張れる、うん、癒しですよね、本当に、そうなのよ、ライブ中一番サリナちゃん笑顔じゃない、はい、ね、楽しそう、え、何やってる時サリナちゃんが一番、何やってる時一番笑顔かって言ったらライブ中な気がする、うん、あと10分だって、お、早い早いね、まあ、途中いろいろグダグダしてましたからね、そうそう、でも私やっぱ早いわね、ごめんね、今日私がちょっとダメダメでごめん、せっかく来てくれたお客様、あ、そうだそうだそうだ、あれ、あのケールスムージーとか前出してなかったっけ、出してました、忘れてたわ、最後にケールスムージー、ママお手製カクテルとか、はい、そういうのもやってたのよ、鈴鹿ちゃん聞いてる、聞きなさい、聞きなさい、聞きなさい、ケールジュース飲んだことある、はい、うちで飲んだことないです、本当、え、ていうか私、美味しいんですか、いや、なんかだから、まあ、もうちょっとママお手製スムージー作って、はい、かしこまりました、もうさ飽きちゃってるじゃないコメント読んでる、はい、ケイがたっぷりのママお手製の私が作ったスムージーです、めちゃめちゃあれだから出さないでアイドルですからやめてください、私もちょっといただこうかな、はい、苦い苦いって言
ってやる定番なのよ。そうなんですよ。そうなの。もう一回もらっていいですか。はい。敷き直し。はい、どうぞ。いただきます。苦い苦い。いや、反応が一緒なんですよ。そうやれって言われたから。じゃあまなもちゃん、はいどうぞ。はい、いただきます。いいね、そういうのできるようになりたいんですよね。え、わかるわかる。いただきますみたいな。いただきます。おいしい。笑われてますよ。ね、なんで笑ってるの？笑ってます。なんで笑ってるの？本当に？ママさんじゃない。え、ママママママよ。萌え萌えキュンとかもやってたね。やってましたね。萌え萌えキュン対決でしない？萌え、ね、萌え萌えキュンできるようになったら強いわ、きっと。やろう。絶対次の握手会でやるって言われるか。ちょっと見本。はい。じゃあいきまーす。せーの。萌え萌えキュン。すごい、ね、すごいよね。でもこれね、前とかは全員ゲスト、カフェタイムのゲスト全員萌え萌えキュンやって終わってた。はい。萌え萌えキュン。えへ。で、なんで笑うの？萌え萌えキュン。何したの？ウインクした。あ、かわいい。プルプルしてる。そうね、今日はどうでした？で、今年の夏どんな夏にしたい？今年の夏は、え、まなもさ、今年の夏どんな夏にしたい？そうですね、うんうん、今年の夏は、うん、結構はしゃぎたいですね。はしゃぎ、何してはしゃぎたいの？でもなんか、いろんな、みんなと遊びに行ったりとかしたい。あ、したいね、したいね。あんまり行かないので。私も去年の夏はマギアレコードやってたんで、うん、だからもう稽古漬けだったんですよ。一日中稽古の、稽古の中いたから、超感動したもん。今日は、今日はじゃない、今年は、今年は外でいろいろみんなでなんかやりたいです、いいね、お祭り行きたいな。行きたいです。屋台のところでお祭り食べやりたくないですか、みんなで。屋台やりたい、出店やりたい、やりたい、出店出したい、やりたいです。スナックも本当は出したかったのに、このままじゃ出せない。本当ですよ。やっぱりマナも作戦会議が必要だ。はい、そうですね、うん、そうね、反省会しましょう。反省会し、今日はがっつり反省会ですね、はい、ごめんなさいね、今日グタグタな時に来てもらっちゃって、はい、ごめんなさい。すずかちゃんは本当に楽しかった、ね、楽しかった。何がどう楽しかった？ママのキャラが瞑想してるとこ。 ありがとう。すずかちゃんの瞑想には負けるけど。私もやばいですね。楽しかったね。でもなんかわちゃわちゃしてたけど楽しかった、ね、うんうん、趣旨が、はい、趣旨が分からなくなっちゃったね、いつも。半年やっぱりさ、継続は力なりって言うじゃん、はい、やっぱ続けること的に。確かに、いきなりこうやってパッてくると何やってたっけって。そうそうそう、前まであんなにさ続けてきて、どんどん積み上げてきたものがさ、半年休んだだけでドバーって全部崩れちゃうから。人生ってすごいな。確かに人生って一個踏み外したら結構立て直すの大変だよね。うわ、今踏み外した、どうしよう。いやでもまだまだ、うん、まだ全然土台の部分なんで、ここから少しずつまた積み重ねていけば。ここねえねえ、そういえばさ、占いしたじゃん、はい、あのあれで、ああ17位。え、占いの結果当たってる？どうだった？でも、うん、今持ってるものを捨てたらみたいな感じのは結構ありました。当たってた？なんだろう、なんかもう今何も考えないでやるようになったんですよ、いろいろ自分のキャラとか、そしたらなんかもう楽しくなりました。やっぱり、やっぱなんか捨て身になると楽しいよね、え、当たってるんだ、じゃあ、あの占い。どうなんですかね。え、どう、ここまで半年生きてきてさ、今年の占い当たってた？そうですね、いや、最下位だっけ。最下位なんですけど。最下位だけど、そんな感じしないですよね。全然なんか当たってる感じがしなくて。なんて言われたんだっけ。え、最下位でなんか周りの人のなんかそのマイナスなのとか受けて気づかげすぐって言われたんですけど、全然そんなことなくって、うんうん、なんか毎日だからこんなハッピーだから、うん、逆に不安ですね。5月に何かあるとか言われてたんですね。そうだ、日向坂が。え、5月終わったね。ね、終わりましたね。何かありましたっけ。私占いでなんて言われたっけ、え、16位とかだったのよ、引いた中で。普通みたいな。3人のビリがいて、そこが引いた中の一番の中のビリだったので、なんて言われたんだか、去年と一緒みたいな、かもなく不可もなくみたいな感じだった。あ、でうん、そうね、うん、どうですか。でも去年の方が今のとこハッピーで、去年の方が楽しかったから、ちょっとやばいなと思って。じゃあ下半期を巻き返していかないと。そうそうそう、下半期。でも最近なんかみんなご存知の通り、ニブちゃんに出会ったら、え、元々出会ってたんだけど、めちゃくちゃハッピーになっちゃって、ちょっとこれからも
髪下半身。私もそういうのに出会いたいですね。ニブちゃんいいよ。あの商品みたいに捨てないでください。何年も何年というか2年一緒にいるんでね。私もなんか一緒にいたけど今更気づいた。下半期やっぱり人生楽しくなるように巻き返していきたいなと思って。はい、そうですね。スナックマンも立て直してね。はい。2万6千人お願いしますよ。あ、2万6千人ありがとうございます。前より増えてる視聴者は。全然覚えてないんですけど、覚えてない、ね、でも、うんうん、まあ、前回と比べてとかあんま考えずに毎回、ね、うんうんうん、いっぱい来てくれて嬉しいです。こんな今日グダグダなのに本当にありがとうございます。本当にごめんなさい。こんなグダグダ、もう今度ちゃんと作戦会議してね、はい、っていうか本当グダグダに巻き込んじゃった鈴鹿ちゃんごめんなさいね。期待して来てくれたんだろうけどね、本当にごめんね。全然聞いてないです。はい、まあそういうところが好きなんですよ。え、全然痛くないの？全然痛くないの？でもなんか聞いてないところとか、なんかそういうなんかツンデレなとこ聞いて、なんか好きなの鈴鹿ちゃん、キュンってしちゃう。キュンとか、ありがとうございます。そう、いろんな人からそう思われてたらいいな。そう思ってる人いるんじゃないのかな。本当ですか？これ気づいてたの私だけならずっと秘密にしとけばよかった。あ、教えちゃった、残念。ということで、ね、楽しかったですね。それでもショールーム自体が久々だったので、そう、ねね、まあ、回転して私もぐだっちゃったですけど、久々ではないな。ぐだっちゃったね。でもさ、いつもさ結構何も予定なしで行っても成功してるのね、定期的にやってたから。でも半年でいきなり突然やったらちょっとね、あ、自分の腕のなさに、まあ、ただまあ、どうしよう、ここで反省会するのやめません。一応コンテンツなんですよ。じゃあ今度反省会ショールームでもしようかね。ブランク大きいね。だって大きいよね。キュン歌って終わりますか？キュン歌って終わろう。そうですね、歌って、いっせー、キュンキュンどうして、キュン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 どうして、 I just wholly love with you、 キュンキュンキュン切ない、キュンキュンキュン切ない、 You know I can't stop loving you。 トゥルデ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 、サンデーなぜなんて、マンデー聞かないで、チューズデー一人か、歌って、ムンデー毎日サツデー見かけて、ハイデー思い続けてきたサタデー、もっと会いたいなんて不思議だ、きっと僕は声をかけられない、目と目合うと胸が締め付けられる、はいはいはい、電車の窓手鏡代わりに、春の制服そっとチェックして、腕に巻いてた真っ暗なヘアゴムでポニーテールに髪を束ねた、かわいい、君のその仕草に燃えちゃって、あっという間に虜になった、素敵みたいにほんの一瞬でビリビリしたよ、何もなかったようにさりげなく、遠い場所から見守ってよ、そんな思いさえ気づいていない、余計に君を抱きしめたくなった、キュン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 しちゃった、キュン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 しちゃった、キュン好きです。私キュン好き、いいですね、キュンキュンです。ママ上手くなってるんですって。本当嬉しい。キュンいっぱい練習したもんな、私めちゃくちゃ。そうですね、あ、ママママママまおちゃんがいっぱい練習したから、ついでに私も上手くなっちゃった。お客さんみたい。どうしよう、ママが本当に今日は台無しのママでごめんなさい、もう全然ダメでごめんなさい。楽しかったです。楽しかった、よかった、お客様が楽しんでくれたら何よりです。もうね、ここ、はい、もうちょっと反省会をして、はい、そうですね、終わったら。ちなみに皆さん楽しかったですか？はい、ありがとうございます。すごい楽しかったみたいです。聞こえたの？聞こえたの？聞こえました。さすがね、皆さんすごい楽しかったって言ってくださって、ありがとうございました、はい、嬉しいです。もうちょっとね、反省会をしてまたやりたいと思います。はい、またね、またね、ありがとうございました。バイバイ、たくさんありがとうございました。皆さんのおかげで楽しかったです。またやります。バイバイ。